そんなんでいいの？投げ込むんだね。すっげー散らかった。一瞬で散らかった。家だからいいけど。お腹すいた。オッケー。うん。じゃあどうしようかな。持ってきていい。うん。一緒に同時進行でいくの？じゃないとね、同時進行がいいよね。食べるのが遅くなる、ね、食べるの優先だから。ちっちゃい鍋にしようかな。うん。じゃあここでつつけな。うん。こんなちっちゃいやつ。ああ、ちっちゃいの。うん、あの、うん、いつもおかゆ作るやつ。あー、本当にミニマムのやつだな。うん、うん、まあいいかもね。継ぎ足しながらやれば。うん。まずは椎茸。全然十って言わないじゃん。軽く不足。全く十って言わないじゃん。ここ開けてる方があったかいな。開けとったら、お、ちょっとジューって言い出した。鮭も一緒に焼いていいもん。うん。おう、ジュージュー言い出した。一緒に鮭を焼こう。でするの初めてなんだけど。もう本当だ、かわいい。もう次足し次足しでやっていくよ。はい。一番最後に入れるわ。うん。よ
しょうかな、もうちょっと手前。大丈夫、多分ずーって滑るよ。ここでいいか。ずらそうか。めちゃめちゃ怖い。見てると怖い。ちょこちょこつまみながら、うん、チーズとマヨネーズの方かな。まずチーズ。飛んでもって酒にもチーズ。うわ、いやそれは3秒は適用されないですもちろん落ちたね。落ちた瞬間俺の顔めっちゃ見てた結果大台があるよ。結果大台かけようか、うんうん、久々だ、喉越しだね。乾杯。乾杯。なんか写真撮る？ん？インスタ。ちょっと喉越し忙しいね。持ってくるよ。あ、久々ビール飲んだらうま。もう最近やっちゃうね、しか飲んでないから。かけるんだったらチーズ乗せない方が良かったかな。あ、ね、味が混ざるってこと。まあ、いった。それで。ハゲになった。やっぱりここの方がいいか。こっちが、こっちが。うまっ。おいしい。あっこいかん。ね、焦げちゃう。あ、鶏ガラないんだ。焦げてる。鶏ガラないない、そんなことない。しいたけ2回戦、1回目はちょっと失敗したね。いや失敗したんじゃなくって、いい焼き加減の時に食べれ、そう食べれなかったの。撮影しながら難しいね。難しい。グツグツなってきた。これ全然かからんかった。わかった。一滴もかからんかったこれ。うん、ご飯炊けたけど。ああ、ご飯で食べたいね。うんうんうん。美味しいね。うん、これだね、うん。やっぱ時期は安いよね。うん、そして美味しいよ、うん、おう、いい感じじゃん。いい感じいい感じ。ちょっと歯の部分を足そうかな。卵を割る。焼き用の卵。でも椎茸で塩だけでも美味しいかな。 あ、美味しいと思うよ。シンプルな方がだよね。うん、本当はシンプルな方が一番美味しいよね。よいしょ。いや、ちょっと足りない気がするけど、私的には。熱い
消える。そう。食べていい。いいよ。あ、ちょっと多分でもやっぱり醤油が足りないかもな。いや、めっちゃいいかも。もうちょっと醤油を足してもいいか。あ、でも美味しい。もういいんじゃない？うん、いただきましょう。今度はご飯といただこう。食べてばっかだけど、今日は食べてばっかの動画。タクのみだからね、うん、うん、うまだ。えば？うん、うん、まっ、うん、うまだよ。この間もらった熟しが美味しかったから、たる水に行った時にこの八千代伝を買ってきました。なんだけど、まああとね、一杯分しか残ってないの。今日は最後のその一杯を飲み干したいと思います。飲みやすくて美味しい。これはいけるよ。全部ロックで飲んでんの？いや、ロックじゃないと美味しくないって。いや、薄いって薄くなるから。焼酎って割るんでしょ。え、割らないよ。いや、割るよ。いや、これは割らない方がいいと思うよ。だって、私芋焼酎苦手だけど、ロックで飲めるぐらいだから。でもまあ25度だね。美味しいわ。今日ここはの、葛藤したから、ね。うん、めっちゃ可愛いの。ちょっと疲れた。ちゅうかみんなにね、見せてあげたいぐらいだ。マジ上手なの。これは本当に。やっぱでも波があるわね、毎回ね。でも今日はマジ可愛いよ。今日は良かった、うん、今日のココちゃんやばい、マジで可愛い。いいね、踊ってらっしゃるね、うん、私と一緒な感じだよ。私も踊りたい気分だもん今。気持ちよさそう。こういうのをね、鹿児島弁でなんていうか知ってる？何？出来上がってるって。ココちゃん、ほらほら、ココちゃんかわいい。ほら、カットしたばっかりのこっちゃんです。こんにちはって、こっちゃんかわいいでしょって。ほら、上手じゃないですか。今洋服着てるんですけど、ちょっと短く切ったからね。かわいいですよね。愛犬ってかわいいですよね。こっちゃん、ほら、バイバイって、バイバイ、こっちゃんバイバイって、こっちゃん、こっちゃんバイバイして、バイバイ、バイバイ。しないから。バイバイしないから。テーブルの上の食べ物しか興味がないから。バイバイって、こっちゃんバイバイねーって、寒いからお家入るねーって。ここの庭にね、あのキャンプ場作ろうかなと思って。私。パオゴラを作って、うん、あの、なんだっけ、雨、雨天に雨、野外用のさ、うん、屋外用のライトがあるわけ、うん、ああいうのぶら下げたらさ、ちょっとおしゃれな感じにならないかな。うん、うちおしゃれさがないもんね、うん、全く持ってね。そう、まあおしゃれにしようとは思わないんだけど、うん、庭でそういうのできたら楽しくない？手軽に。田舎だからこそできることだしね。そうそう、この量全部一気に入れるの、うん、ちょっと待って、巻き入れるスペースなくない？だって子供たちも食べたいって喜んでたから。あ、そうなんだ、うん、あ、もう上にしようよ。うん、上でもいいよ。コロ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 して、めっちゃ喜んでたよ。あ、そうなんだ。芋焼くよ、落ちたら。もしかして、うん、へえ。これだけの芋をのせる。何個だ？4、7、8個1、2、3、4、5、6、7、8個。うん、スイートポテトのような匂いがしてきたよ。こっち風向きがさ、こうだよ。風下でしょ？うん、めっちゃいい匂いだよ。へえ。すっごい、さ、
あ、だからほら、この間さ、ここ開けた時に芋の匂いがするって言ってた。うん、すっごいいい匂い。ね、あ、本当だ、するする。うん。ね、いい匂い。スイートポテトのようなね。うん、だね。する？初恋のような匂いが。そんなのいいわ、もう四十のおじさんが初恋なんて。そんなのいらないから。うわ、もう。もう、焼酎なくなっちゃったから。またビールに戻ります。山口ちゃんいいよ。みかんもう一回食べよう。ちょっと寒くなってきた。暑いよ、うん、多分素手じゃ無理だよ。多分すげえ冷えると思うんだけどな。食べるよ。うん、食べよう。いただきます。ほら、噛む、ここでいい。歯が痛い。うん、あ、これいい感じに冷えた。あ、おいしい。あ、うまい。おいしい、これ。あ、本当だ。めっちゃうまくない？別腹。おいしい。もう一個開ける？うん、食べていいよ。2個ずつは食べれる。私も1個でいい。あ、でも明日食べたいな。私明日の朝食べたいかも。それで食べようか。ん？あ、それまで食べれる。なるほど。あと1個半分ずつ。私もこれいいよ。食べな。美味しいんだけど、もうちょっと口が開かない。食べて。よし、じゃあもう中に入りましょう。もう寒くなってきた。うん。じゃあ僕切って。はい、どうぞ。なかなか消えない